東京都で新たに確認された新型コロナウイルスの感染者は385人でした。重症者は1人減り23人でした。15日東京都が発表した新規感染者385人のうち20代が120人、30代が84人で合わせて半分以上を占めました。40代が55人で、50代は過去最多の48人でした。家庭内の感染は10歳未満から80代と幅広い年齢に広まっていて、都は夏休みの影響もあるとみています。また15日の感染者のうち30代の男性2人が厚労省の接触確認アプリココアで濃厚接触者の通知が来て検査したところ陽性が判明したということです。